こんにちは。アルケランドやっていきます。よろしくお願いします。今日は東都の3っていうところなんですが、ここをクリアする攻略動画を出していこうかなと思います。勝利条件としては敵を全滅させる。失敗条件としては味方ゴーレムが1体死亡してしまうと、ミスになっちゃうので、やり直すということなんですが、これをやっていきます。で、ポイントとしてはこんな感じ。右に誘導していく。そして反撃で削っていって、敵を分断させる。そして間に入る。これがポイントかなと思います。で、流れとしてはスキルを使ってヒーラーを倒す。そしてバフを与えて、主人公を倒し、タンクを倒してクリアしましょうっていう感じです。で、これ途中の、このゴーレムのね、子供のゴーレムの動きの順番を間違えちゃうと敵の行動順変わるので、またその時話そうと思うんですが、とにかく順番通りに、トレースしていただければクリアできるかなと思います。はい、じゃあやってきます。で、これちょっとね、タップがやりづらいんで、この視点でやっていくといいと思います。はい、じゃあまずはこのまま、これも順番通りに右上に行きます。はい、そしてどんどん右に進んでいきます。行けるとこまででいいです。そしたらね、敵がどんどんついてきてくれるので、こんな感じでどんどん進んでいきます。行動順も、最初はね、その順番通りで大丈夫です。とにかく右に向いて移動していく。で、これも一番、親をね、親というか、親かな。これを一番トップに置いて、ここから移動が変わります。まず一歩上に動きます。これもね、行動順変わると次の敵の行動っていうか止まるところ動きが変わるので順番通りにやってください。まずは一つ上に行く、そしてもう一つ上、この順番です。はい、はい、そうするとこの形になるんですよ。この形、タンクがとヒーラーの間に一マス開くと、このスペースが大事なんですよ。で、このスペースの間に入っていってヒーラーを倒しに行きます。はい、でまずは下のやつを間に入れます。で、上のやつをこの上ですね、主人公の正面に立たせます。この待機、そしてここでスキル使うんですが、この岩の衝撃違うな、まあこのスキルを使うことによって2マス内の味方の応戦を肩代わり、つまりかばうスキ、っていうスキルが発動するということなので、これを使います。で、これは主人公でも下で、でもどっちでもいいんですけど、はい、僕は主人公の方に攻撃しておきます。これでかばうので、敵を削っていくことができると。まあ、回復されるんですけどね。はい、で、次ね。次はヒーラーを倒しに行くところ。流れとしては、今からね、スキルを先ほど使いましたね。次2番、ヒーラーを倒しに行くところ。はい、行きますよ。ヒーラーとタンクの間に入ったことで、今ね、味方がいます。で、この味方を一つ下げます。そしてスペースを空けます。で、親に攻撃させに行きます。親が攻撃するのが一番火力出るので、こいつで、まずはアビアを攻撃する。そして上の残った一体でアビアを倒すと。はい。次ね。次は、ここでバフをかけます。次からね、子供も攻撃していくので、このバフをかけることによって、攻防アップするということになっているので、こいつを使います。ここでね、使います。はい、で次は左側の主人公。バフを与えて主人公を倒しに行きます。で、これはどっちからでもいいんですが、もう順番通りに攻撃をしていくと。はい、攻撃ね。そして、攻撃。これで主人公を倒します。1体にしないと、2回攻撃食らうとタンクが死んじゃうんですよ。こっちのタンクがね、死んじゃうので、そうなるとゲームオーバーになっちゃうので、こういうふうに必ず主人公をまず倒す。そして最後に、このね、残り、あと1発、誰でもいいんですよ。親が攻撃してもいいし、誰でもいいです。誰でもいいので攻撃して、倒してクリアになります。ということで、そんな感じで、もしクリアできないという方はやってみてください。
もしかしたら他にもパターンあると思うので、クリア方法っていうのはあると思いますけど、とりあえず僕はこれでクリアできたので、よかったら真似してやってみてください。それではまた。